2019年世界女子カーリング選手権大会は2019年3月16日から24日までデンマークシルケボーで開催された世界女子カーリング選手権である13カ国によるラウンドロビンを行い上位6チームが決勝トーナメントを経て優勝を争う新たに世界最終予選の出場枠が2枠設けられる一方 前回大会で再開となった国の属する地域の出場枠が一つ減らされる。なお、開催国は自動的に出場権を得られるが、開催国枠は地域の基本枠の中に含まれているため、その分開催国の属する地域の出場枠が一つ減ることになる。今大会で言えば、前回大会の再開が属するヨーロッパの枠が一つ減り7となった上、 開催国として、デンマークが出場することから、欧州選手権からは6カ国が出場を決めた。なお、世界最終予選は2019年1月18日から23日まで、ニュージーランドのネイズビーで開催され、上位2チームが本大会の出場権を得た。ふとじスキップウィーク31時点での、 ワールドカーリングチームランキング3月16日14時3月16日19時30分3月17日9時3月17日14時3月17日19時3月18日9時3月18日14時3月18日19時3月19日9時3月19日14時3月19日19時3月20日9時3月20日14時3月20日19時3月21日9時3月21日2日